東条英機の歴史。東京で生まれ、陸軍士官学校に入り、勝子と結婚、陸大に入り卒業します。勉強会で永田や小畑と親交を深め、スイスドイツに駐在、陸大の教官になり参謀本部総務部に就任。中国大陸に渡り、関東軍の中でコミンテルンの影響を受けた将校を多数検挙し、226事件でも内部の混乱を抑えます。近衛内閣に陸軍大臣として入り、後首相に就任。戦争回避に努力するも真珠湾攻撃で開戦へ。大東亜会議に参加し、役職の兼任で権力を強めていきます。しかしサイパーの戦いで負けた責任で辞職し、東京裁判で絞首刑になりました。10時間世界史、12時間日本史で検索。